本日ご紹介するのは、トランギアのストームクッカーです。ブラックです。蓋を開けてみます。蓋はですね、フライパンとして使えます。これは、鍋つかみですね。熱くなった時に火傷しないようにこれでつかみます。ケトルですね。中にはちょっとこれ100均で買ったケースに入れてるんですけども、はい、アルコールバーナーが入ってます。大きさの違う、鍋が2つついています。以上がセットの内容になります。では実際に組み立てていきます。アルコールバーナーを中にセットします。鍋を置けば、完成です。火がついているときは鍋つかみで、鍋を動かします。フライパンを使う場合は中の、フライパン置きを一度起こしてあげて、で、フライパンを置きます。ちょっと火から離れますけど火力は十分だと思います。ケトルの場合は逆に中に入れておきます。はい、では実際アルコールバーナーに火をつけて雰囲気を見てみます。ちょっと見にくいですけど、火がうまくアルコールバーナーに回っているところです。電気消してみます。これだと分かりやすいですね。青白い炎になって火が安定したら使えます。以上、トランギアストームクッカーです。ブラックバージョンのご紹介でした。ご視聴ありがとうございました。